皆さんこんばんは、西村俊彦です。今回はですね、読んだ本の話をしていこうと思います。今回紹介する本はウィリアム・シェイクスピアのトロイラスとクレシダという、お芝居の本ですね。戯曲でございます。これ私はシェイクスピアは筑摩文庫から出ている松岡和子さんの翻訳で、集めておりまして、あと7作ぐらいで全部読み終わるのかな。結構というかシェイクスピアはとても好きで、大学の頃からちょこちょこと読んでいるんですけれども、ようやくですね、なんかこの作家の本全部読んだって言える作家になりそう、その可能性が一番近い、作家ですかね。で、このトロイラスとクレシダっていうのは、どんなお話かっていうと、トロイ戦争、トロイの木馬とかのあれですけれど、トロイとギリシャが、戦っているという最中のお話でございますね。戦争の発端としては、トロイのパリスっていう、王子様がですね、ギリシャのなんか美しい女性をさらってきて、人妻をさらってきて、自分のものにしてしまったと。で、それが発端でギリシャが、トロイに戦いを仕掛けるというような戦争、なんでございますけれども、このですね、トロイラスとクレシダというのは、トロイの方にいるトロイラスという青年、これは王様の息子なので王子なんですけど、トロイラス君と、同じくトロイのクレシダちゃんという女の子の、恋物語ということになっております。なんですけど、このクレシダちゃんのお父さんがですね、昔に、ギリシャの方に寝返っていると。で、途中でですね、クレシダちゃんは人質交換でギリシャに行かなきゃならなくなるという話なんですね。なので、このトロイ戦争という戦争のお話が一つ、そして、トロイラス君とクレシダちゃんの恋物語が一つというところで、進んでいく物語です。シェイクスピアってね、よくこういうダブルプロットとかトリプルプロットとか呼ばれるんですけど、いくつかの筋が並行して走っていって、この次は、この筋、その次の場面はこっちの筋みたいに、一本筋でいかない感じの作品が非常に多くなっておりますが、これもね、そんな感じでございますね。で、クレシダとトロイラスの恋物語っていうのはあるんですけれど、この恋もね、なかなか中盤ぐらいまで進展しないんですよ。仲介人を立てて、クレシダにようやくトロイラスが会えるっていうところまでが結構、スローに描かれてまして、で、その間に何があるかっていうと、ギリシャの英雄のアキレウスっていうのが、もう自分が強すぎて、なんか調子に乗っちゃって全然戦おうとしないと。で、ギリシャの総大将がアガメムノンっていう大将なんですけど、皆さんも名前ぐらいは聞いたことがあるかもしれませんな。アガメムノンという大将にも、頭を下げさせて、俺に戦ってほしいのかぐらい調子こいてるアキレウスの様子だったりとか、あとトロイの方の、英雄としてヘクトルというのがいるんですけれど、この人の、強さだとか、そういうところが、結構描かれるシーンが多かったですね。本当にね、アキレウスはグズグズしててなかなか戦わないし、ヘクトルはヘクトルでなんかすごい礼儀正しい人みたいな感じで書かれていたので、戦争のシーンもなかなかないんですよ。それがね、これ歴史劇というジャンル、これジャンルもね、いろいろ言われてるらしいんですけど、シェイクスピアって、喜劇、悲劇、歴史劇、そして後期の問題劇あるいはロマンス劇みたいなところの作品、大体ジャンルなんですけど、これもね、悲劇と呼ばれたり喜劇と呼ばれたり歴史劇と呼ばれたりみたいに、ちょっと
あんまり定まらない感じの作品らしいでございますな、うん、でまあこのトロイラスとクレシダですよ、あの中盤ぐらいになんて言うんでしょうね、すごい愛の言葉を交わすシーンがようやくあるんですよ。もうそれこそロミオとジュリエットに匹敵するぐらいの、ロマンチックな、恋物語のシーンがあってですね、そこはすごく、セリフも美しいしいいなというところなんですけれど、まあこれあの古典なのでね、ネタバレというのを別に遠慮しないでやっていきますけれども、ちょっと嫌だなという方は読んでから聞いてください。このねトロイラスとクレシダっていうのがくっついて、すぐその人質交換でクレシダがギリシャ型に行くと、敵国に行かなければならないっていうことになってですね、このクレシダちゃんがなんとそのギリシャ型に行くと、もうギリシャの男にもうすぐになびいちゃうんですね。で、トロイラスっていうのは僕はトロイにいるけど、もう毎晩君に会いに行くよぐらいクレシダちゃんのことが好きで、でまあその言葉通りクレシダに会いに行くんですよ。でクレシダに会いに行くと、クレシダがギリシャの男とイチャイチャしてる様を目撃してしまう。でなんなら自分が贈り物にあげたものをクレシダが別の男にプレゼントとしてあげる様を見てしまう。ねえ、まあ、こんなシーンはね、もののけ姫とかでもありましたけどね、ね、首飾りあげちゃいますからね、明日かもね。まあそんな感じでね、なんて言うんでしょう、クレシダが、自分ではない男とイチャイチャする様を見てしまう、というのがあって、でそこでね、なんかこれすごく有名なセリフらしいんですけど、あれはクレシダであってクレシダではないのだって言うんですよ。あの人は確かにクレシダなんだけどクレシダではないって言って、どうにかその自分の嫉妬の心っていうのを、なんていうんですか、抑えるというか、ためにそういう解釈をして、帰っていくと。でもう本当にギリシャの男にクレシダが奪われてしまったので、戦争への思い、戦う思いっていうのがもう爆発してるわけですね、トロイラス君は。なのでもうその後半いよいよ戦争のシーンがあるんですけど、そこでもう獅子奮迅の活躍をすると、いうようなお話になっております。ね、でもこれもね、後半本当に戦いのシーンがすごい多いんですけれど、じゃあヘクトル対アキレウスみたいなシーンがかっこよく描かれているかというと、そうでもなくてですね、ヘクトルはやっぱすごい強くて、トロイのヘクトルですね、すごい強くて、戦いの合間にちょっと鎧を脱いで休んでたんですよ。なんか昔の礼儀で言うと、そういうところは攻撃しないものみたいな空気が漂ってるんですけど、その武装を解いたヘクトルがアキレウスかアキレウスの軍団に囲まれて、でヘクトルはいや俺はこの通り鎧を解いてるからお前たちも攻撃はするなと言うんですけど、アキレウスは知ったことかっつって大勢で取り囲んでヘクトルをボッコボコにして殺すっていうシーンがあったりとかですね、なんかちょっとそれあんまりじゃないっていう出来事が結構起こるのがこのトロイラスとクレシダでしたね。まあもちろんこのねトロイラスとクレシダっていう、まあタイトルロールっていうタイトルに役名がタイトルになってる人か、タイトルロールでトロイラスとクレシダ恋物語ですってなってるのに、クレシダがもういきなり裏切るとか、ヘクトルという英雄があっけなくボコボコにやられてしまうとかですね、そういうことが非常にえってなる、そんなってなるお話でしたねこれはね。でこの筑摩文庫の、後書きがまた結構面白いんですけれど、この時代に詳しい方ですね、この上演された時代、イギリス
1600年代とかかに詳しい方が、書いている解説ではですね、このクレシダが裏切るっていう行為は当時の観客から見ると本当にありえないことだったと、まあ、キリスト教圏であったりとかそういうこともあって文化的にもうありえないことが起きるというのが一点、その当時の観客には新しかったのではないかと。あとやっぱ当時なんでしょう、身分制度ってすごいはっきりとした厳しいものがあって、だからこのギリシャの総大将のアガメムノンがいくら強いからってアキレウスに膝をついて頼み事をするみたいなシーン、これも、当時の観客には衝撃的だったのではないかと、いうようなことが書かれていましてですね、そういうところも面白いなと思って読みました。でこのトロイラスとクレシダっていうのも、まあ、昔から、ある物語ではあるらしくて、シェイクスピアってね結構種本って言って昔の作品から題材を取ってきて、自分なりに組み上げて書いていくっていうことを結構してるんですけど、そういう、まあ、トロイラスとクレシダの伝統的な物語っていうのを、ネタ元にしつつ結構好き勝手なことを書いているんだということがやっぱり解説に書かれていてですね、だからなんか当時の観客たちはやっぱりこのギリシャとトロイの戦争みたいなことは物語として知ってる、で物語のキャラクターが現代の感覚で演じられるというのがすごく新しかったんじゃないかということで、この解説の方はですね、なんか三国志とかのキャラクターを現代化して、やってるのを見るような気持ちが当時の人はしたんじゃないかということを書いてらしてですね、ああそうなのかと、じゃあこれはあれか、トロイ戦争の英雄たちを題材にした 2.5 次元舞台みたいなものなのかと、私は解説を読んでいて思いましたね。いやでもトロイラスとクレシダにはね、やっぱりシェイクスピアを読むってなってもなかなか手が伸びないエリアの本だろうなと思ってます。やっぱりねシェイクスピアっていうと四大悲劇、リア王、マクベス、オセロ、ハムレットとかが有名ですし、あとはもうロミオとジュリエットなんかはね、いろんな作品に翻案されたりして、名前だけはもう知ってるという人はもうかなりいらっしゃると思うんですけど、トロイラスとクレシダって言われても、ん？どんな物語？って思いますよね。僕もう本当にようやく手を伸ばしたんですよ。大学生の頃からシェイクスピア、シェイクスピアって言ってたくせに今更読んでるんですけれどもね、あとねもうちょい読んでないシェイクスピア作品があるんですよね。ジョン・オーとかね、その辺もね読んでいって、シェイクスピア全部読んだぞと、言えるようになる予定だったんです、今年のうちに。ちょっと目標をね僕その年の頭に立てる癖がありまして、今年の目標の一つに、シェイクスピアの作品、まあ、とりあえず、確定とされてる37作品を、読み切るという目標があったんですけれど、あと7作ぐらい残ってるんですよね。で私割と本を読むのが遅いので、もう10月も暮れてきましたから、11月12月で7作読めるかどうかっていうところはちょっと怪しくなってきましたね。あと読んでないの何なんだろうな、いやでも結構読んでんですけどね、歴史劇が残ってんのか、ジョン王、ヘンリー8世、ヘンリー5世とかその辺のやっぱ歴史劇が残ってますな。ちょっとね、今年中に読み切れるかどうか、もう怪しゅうございますけれども、またね
読みましたらショート動画なり、このインアウンドアウインアンドアウトなりで、ちょっと感想を言っていこうかなと思っております。はい、なんかこんな感じでね、私が読んだ本ですとか見た映画について感想を私が喋って、ちょっと何でしょう、体験を整理していくというような、ポッドキャストでございました。はい、ということでね、西村俊彦のインアンドアウト、インプットアウトプットでございますが、今回はシェイクスピアのトロイダスとクレシダでございました。何か、おすすめの作品などなどありましたらぜひぜひ教えてください。それではこの辺で失礼しましょう。お相手は西村俊彦でした。それでは皆様おやすみなさい。